わーわーどうもこの国島の北岳です。クラフトマイスター佐竹です。今日僕忍者ボックスやるって聞いてたんですよ。はい、マッタリーノさんが今日も来るかなと思ったんですけど、マッタリーノは前回ね楽しそうだったんですけれども、はい、まあ愉快にやってましたよ。全然ね適当なやつなんで、ね、僕が今日はもう真面目にしっかり教えに来たのでお願いいたします。忍者ボックス、うん、どんなゲームなのか、はい、改めて説明します。フリップ用意してくれてるんですね。フリップで用意しました。コケにはちょっと添えていただいて、はい、忍者ボックスとは、はい、秘密基地作り RPG ゲームです。こんな、はいはい、ですね、こういいですね、踏めそうな秘密基地からはこんな、おすげえ巨大な秘密基地まで、そしてゲームのポイント4つ説明します。4つ、はい、1つ目、素材を集める。はいはいはい、まずはやっぱり基地の素材を、そういうのがないと作るための、作れないからね、はい、2つ目のポイント、はい、パーツや罠を作る。これ忍者ボックスですね。これがそうです。この忍者ボックスに素材を渡して、先ほど集めた素材を渡して、はい、秘密基地の元になるパーツだったりとか戦うための罠を、罠もね。そして3つ目、はい、敵と戦う。悪者が忍者ボックスを狙って攻めてきますので撃退するために敵と戦います。そして4つ目、とんでもない抜け人たち。この前もいた、かっこよかったな、はい、ここにもあるこのダッシュランゴーっていうキャラクターが出てますが、はい、こういった、ちょっと個性的な忍者たちがたくさん出てきて秘密基地を作っていきます。今日はカー君に自分だけの秘密基地を作ってもらいます。やったー、今日だけのためにロムを用意してます。ありがとうございます。じゃあ早速作っちゃっていいですか、はい、やったー。じゃあ秘密基地やってみましょう。作りスタート。イエーイ。じゃあ早速始めていきたいんですが、はい、まず基本的な操作を教えてもらいたくて、はい、そうです、はいはい、青になってると置けます。青が置ける、赤は何ですか。で赤だと置けない、はい、そしてあ、壁ですね、はい、壁を置いてみましょう。おお、間違って置いちゃいました。あ、間違えて置いちゃってますよ。っていう時は、はい、このハンマーに持ち替えて、はい、A ボタンで持ち替えてで叩くと。あー、それで壊れるんですね。はいはいはい、でまた戻ってきます。でもこれちゃんと表示されるから分かりやすいですよ。インテリアを一つ置いてみましょう。ああ、そういう感じで置けるんですね、はい、ああ面白そう面白そう。こんな形で、はい、ちょっとやってみていいですか。じゃあカオ君ぜひやってみてください。あ、じゃあもう早速作っちゃいます。はい、このコンセントは何なんですか。これコンセントは、うん、罠が刺さるようになっていて、この罠が実は電気が、はい、使って、動くものがあるので、はい、それをこのコンセントに刺して、コンセントのところには置けないなんて、はい、わかりました。ちょっとここら辺にお家作ろうかな。カー君家もフローリングですか。カー君最近引っ越したんですよ。もともとフローリングじゃなかったんですか。もともとはあの和室だった。お、ここは置けないのか。ここはコンセントがあるから。あ、そういうことですね。はいはい、じゃあまあここいい感じで、ね、壁を置いていきましょうか。あ、でも壁の前にドアあったと思うんですよね。そうなんです。閉じ込められちゃうんでドアもつけておいた方がいいですね。ここにつけます。じゃあドア、で、あとは窓、あ、これ感じ、あ、お、いい感じ。ちょっとカー君 やりたいなと思ってたことあって、はい、2階作りたいんですよ。あー、はいはいはい、できますよ、もちろん。ここで、床を置く。そうですね、そうですね、あ、綺麗に置けましたね。おー、置けた、いい感じ、あ、いい感じ、いい感じだ。これはちょっとね、カー君やってみたいことあるんですよ。お、なんですか。あの、2階に寝る場所を作りたい。ロフトみたいなもん。そうそうそう、ロフトみたいな、はい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 、憧れがあってそれをちょっと再現したいな。ちょっと慣れてきましたね。これやっぱ慣れてくるとどんどん早く置けますね。どんどん早くなってきますよ。とりあえずもう今布団が置きたい。はい、布団が置きたいなと。布団置きましょう。これこんな突き当たりにこれでどうですか。ここで寝る、ここで寝る、いいと思います。で、テレビはですね、下に1階に置こうと思うんですよね。で、ソファーはこれぐらい適正な距離じゃないですかね。あ、いいですね。あと掛け軸もかけとこうかなと。入り口すぐに掛け軸。あ、いい、入り口すぐにちょっとどうですか、この家。いや、いいんじゃないですか。あの想定としては、ここが駐車場です、ね、ここにこう車を置こうかなと思ってて。あ、でもなんか分かる気しますね。でこう入りますよね。雨もね、はい、かからないから入ります。で入るとすぐ玄関に掛け軸があります和のね、すごい和の、はい、で開放感があるこういっぱいたくさんの窓があって、はい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 、でこうソファーに座りながらテレビを見る。でなんか眠たくなった時はこう上に上がるわけですよで待っているのが布団ここで寝ると。ベッドじゃなくて引いてあるだけの布団。まだ布団なんですよね。
素晴らしい、まあ、こんな感じで、はい、まあ、これをどん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 もっとこう極めていくこともできるというのが、そうです、この忍者ボックスですよね。じゃあ川君ちょっと、はい、完成しました。これ今、まだ1回半、はい、1.5 階のこのロフトだけじゃないですか、はいはい、なんでもっともっと高く基地作れるので、もっと上の方まで行ってみて、はい、え、上？どんどん上上がっちゃっていいですか。じゃあ行ってください、行ってください。ここら辺で下見てみたらどうですか。あ、なんか字書いてありそう、これすごいって書いてきました。こういう文字とか書いたりして遊んだりもできるんですね。そうなんです。上から見てて思ったんですよ。ほう、ちょっとカー君のこの秘密基地殺風景すぎんなと思って。確かに寂しい。ちょっともうちょっとなんか賑やかな感じにしたいなと思ってて、はい、テレビって普通一家に1台じゃないですか、まあ、寝室に置いたりはあるかもしれないけど、ちょっとこういう感じで、お、そこに全チャンネル見れる家みたいな全チャンネル一気に、こんなね理想な家を作れるわけですからね。これ全然殺風景じゃないですよ。もう家帰ってきたらもうテレビだらけでも、かくんはこんな、はい、テレビだらけの理想の秘密基地をね、作ってくれたんですけれども、まだ他にもね、テレビだけじゃなくて、冷蔵庫だったりとか、本棚だったりとか、そういった普通のものだったり、普通の基地には置けないようなもののインテリアもたくさん出てくるので、ぜひ製品版を楽しみにしてください。ダラーン、ええまたリノじゃん。え、佐竹さんはどうしたんですか。久しぶり、久しぶりだけど、どうしたんですか。え、佐竹さんは入れ替わりの術、あ、え、忍術、忍者だから、ね、待ってるよ、忍者だから一応今日は、はい、見てほしいものがあって、見てほしいもの見たんですよ、さっきね、うん、上から見たでしょ、文字書いてたでしょ、はい、下に文字、あ、トンカチって書いてました。あ、見てください、画面入れ替わりの術、うわー、あ、はい、え、見て変わりましたけど、見えてるものが全てじゃないんだよ、ガー君、見て、何ですか、回すよ、回すよ、はい、回すから、回して回して回すよ、見てよ、よく見てよ、え、なんすかあれ、これお尻、お尻、 あれが見せたかったあれが見せたかったわけではないでしょ。さっき見た文字見たでしょ、文字、トンカチ、トンカチ、トンカチ、見て、トンカチ作ってきました、はい、待って、ありの作の見たい、トンカチ、いけ、わー、見て、あれが目ですかね、あの目、あれ目、そう、よくわかった、あれ目、うん、で、あと口の部分が、ね、頭が結構あれ苦労したな、頭、はい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 、はい、中気になりますね、中見てほしい、ぜひ見たい、中身入ります、入りました、入りましたね、はい、カメラ回します、あ、すげえ、はいはい、ちゃんと中身できてんじゃないですか、ちゃんと階段作って登れる、はい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 、でも結構これハリボテ感ありますね、こっち側ないじゃないですかこっち側ちょっとこっち側まだちょっと、ね、時間が足りなかった、でも結構複雑な作りしてるけど面白いですね、これは部屋も作りました、見てください、見たい、まったりの柵、おお、ソファーだらけやないかいテレビ置いてくださいよ、テレビを、テレビ置いた川君には言われたくない、いや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 、テレビの方が重要だから、テレビよりソファーで、まあ、ポイントは、はい、忍者ボックス、うん、地上にだけしか置けないと思ってませんかって話ですよ。詳しくは言えないけど、まだ詳しくは言えない、ちょっと触ってみる、あ、触ってみたいです、潰さないでよ、絶対トンカチ絶対潰さないでよ、2時間かかってるからね、2時間かかってるからね2時間あーこんな感じでターグが作ったみたいにちゃんとした、うん、家も作れるし、うん、まあ、こんな風に何かをイメージして作ってもらったらもっと楽しい遊びが広がるかなと思うんで、うん、まあ、まだちょっとパーツが少なくて、はい、うまくトンカチできなかったけど、うん、あ、でもこれから改良されていくわけですもんね、もっといろんなパーツが増えるからまたいつか見せに行きます、まあ、カー君もそれまでにテレビのある部屋以外もなんか、はい、ちょっといろいろ作ってみたいなというふうに思います、はい、いやー、秘密基地作り奥深いですね、これをね、みんなが体験できるダウンロード番号が本日から発売されるコロコロコミック4月号についてきちゃうんです、すごくないですか、知ってる、知ってた、それは知ってますよね、すごい、いや、もうほんとすごいんですよ、すごい体験版ということで、これからも忍者ボックスで大注目してくださいね、それじゃあみんなバイバーイ、ちょっと待ってるの、一つ重大なニュースがまだあります、忍者ボックス、はい、忍者ボックス、はい、漫画が決定しました、マジっすか、え、連載っすか、連載、え、それはいつからなんですか、5月15日売りの6月号から、おー、楽しみですね、それはということで、これからもですね、コロコロコミックでは忍者ボックスの最新情報や漫画をですね載せていきますので、皆さん楽しみにしていてくださいね、それじゃあみんなバイバーイ、みんなチャンネル登録よろしくね。
すすめ動画は